カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバー・サレー、サレー、または、サリーは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州南西岸に位置する都市で、南部は、アメリカ合衆国ワシントン州に接する。メトロ・バンクーバーに属し、バンクーバー都市圏の一部を構成している。サーレー、スーリーなどの表記も見られる。スカイトレインや高速道路で、バンクーバーの中心部と結ばれており、 住宅街が広がるベッドタウンの一つでもある。市内には6つのタウンセンターと呼ばれる市街地があり、それぞれフリートウッド、ウォーリーシティセンター、ギルフォード、ニュートン、クローバーデール、サウスサレーとある。バンクーバーの衛生都市として人口増加が続き、市内には多くの高層コンドミニアムが建設されている。サレー市北西部はフレイザー川を境界とし ニューウェストミンスター市及びコキットラム市と隣接しており、橋やスカイトレインなどで結ばれている。サルエ市南部の境界線はアメリカ合衆国との国境となっており、ダグラスピースアーチ及びパシフィックハイウェイ国境検問所がある。サルエ市は愛称を公園の街としているように、市内には600を超える公園や15のゴルフコースが広がっている。 スポーツ施設も数多くあり、年間を通して様々なスポーツイベントが開催される。また、市内のおよそ35%は農用地として保護され、都市開発が制限されているため、突如住宅地や商業施設から森林や農地に切り替わる光景が見られる。2016年の人口調査では、517,887人が計上され、州内第二位、 カナダ国内では第12位の人口を有する。人口増加率は1996年から2001年までの間で14.2%、2001年から2006年は13.6%と10年間でおよそ10万人増えており、比較的高い成長率を見せている。ヨーロッパ系が人口の38.7%を占め、少数民族では 南アジア系が最も多く、2016年統計で全人口の32.4%、次に中国系7.7%、フィリピン系6.2%と続く。日系は0.6%と極少数。南アジア出身者の多さは、トロントのブランプトンに匹敵しカナダ、あるいは北米有数の規模である。南アジア人は北、インドからパキスタンにかけてに住む。 パンジャーブ人が大半となっている。言語は移民が多いために英語を母国語とする人口は半分以下。一方、パンジャーブ語は20.48%に達する。サレー市庁舎、サレーセントラル駅周辺の街並ゲートウェイ駅周辺の街並サレー、中央図書館と市庁舎、サレーセントラル駅宗教では2001年統計で、宗教が19.2%と最も多く、 カトリックの16.2%、プロテスタントの11.0%と続く。市内には、シク教徒やヒンドゥー教徒が多いことを反映して、パンジャーブ地方で盛んなスポーツ、カバディの専用スタジアムがある。サレー教育委員会は100の小学校と21の中学校の公立校を管轄としており、州内では最大の学校区を持つ。 サレーの道路号は1平方マイルの格子状に幹線道路が整備されており、道路には計画的に番号が割り当てられている。東西に走る道路は南部のアメリカが州国国境に位置する例、番街から最北端の 117A 番街まで南北に走る道路は西の120丁目から東の196丁目に向けて番号が割り当てられている。原則として、 8の倍数の道路は幹線道路で、4の倍数の道路は補助幹線道路、その間の道路は生活道路である。住所の番地は交差する道路の数字が割り当てられており、論理上は地図がなくてもたどり着くことができる。ただし、直線でない道路や格子から多少ずれている道路は枝番が割り当てられたり、固有名詞が当てられる。市内には、 スカイトレーンエキスポラインの4つの駅があり、キングジョージ駅が終着駅となっている。なお、ラングリーまでのエキスポラインの延伸区間が2025年に開通予定となっている。BRT 路線の車両サレー市内の鉄道駅は北部に集中しており、それ以外の地域ではバス輸送が中心となっている。市内北部のニュートン、サレーセントラル、ギルフォードでは期間バス路線として、 電説バスやバスレームを利用した BRT による高頻度運行が行われている。また、サレー市北部では、エキスポラインのサレーセントラル駅へ向かう路線が多いのに対し、市南部の路線は高速道路を経由して、リッチモンド市内のカナダラインの駅へ向かう急行バスが多い。いずれの路線も均一料金で90分以内の乗り継ぎが可能。サリー、シティ、 センサスサブディビジアンブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアプロビンススタティスティックスカナダ2017年2月8日閲覧ありがとうございます